入れ墨でプールへ入っちゃいかんとここに書いてある。あんたらを通すわけにはいかんぞ。ジェゲシー、どかんか。お客様、乱暴は困ります。入れ墨の方の入場は禁止になっています。そうなら相当早う言わんかい。プールがある中境この水に交代やないけ。この責任どう取ってくるんや。わしは龍神会の垣沼や。よしと前で橋かかせてくれたな。この落とし前きっちりつけてもらうまでや。ここもかえんで。あたぬだこら。立派なもんもんね。私も今までずいぶん彫り物見たけど、こんな立派な唐獅子ボタン初めて見たわ。なんじゃこれ。これが有名な唐獅子ボタンよ。見せてまいりなさいよ。いや、結構です。大丈夫よ、取ってみやしないよね。唐獅子は百獣の王ライオン、ボタンは中国では花の王様なの。百獣の王に花の王、これが唐獅子ボタンなのよ。ね、そりゃその通りや。姉さんよー、知っとるもんな。わしらの業界の人でっか。さあね。おう、さっきから黙って聞いてりゃいい気になりやがって。てめえ山手線の内側でガンつけんの間違ってんじゃねえのか。いい年こいて黙ってるんじゃねえよ。隅田川にはふたはねえんだ。ちんちょの視点でとっととうせえろ。うまいでしょ。あんたはもしかすると。今日アメリカの副大統領が来るからホテル中私服だらけになるぞ。ほらほら、私服じゃねえかな。職務質問されたくなかったら何か来て、あれでも失せしまった方がいいぞ。え、大きに。肝臓気ぃつけんだよ。モンモン入れると肝臓やられるって言うからよ。え、大きに。どうもありがとう。ずいぶん勇気のあるお方だ。大変失礼なんですけども、どこかの組の姉さんですか。そう見ます。ええ、もろそう見えます。私こういうもんです。弁護士井上真昼。あんた弁護士さんか。ええ、民法専門のね。民法。ええ、民事介入暴力って言ってね、早く言えばヤクザのゆすりたかりよ。何かあったらよろしく。